3月25日、高菜が綺麗なんで撮ってみました。またキュウリの、収穫します。これ花の数も増えましたね。こっちも元気です。どこから撮ろうかな。大きいのから撮りましょう。これですね。よいしょ。7本だか8本撮ったんですけど。さすがに毎日こう撮ってるとさすがに苦痛になってきます。あ、トゲ刺さった。キュウリのトゲが刺さりました。痛い。これ。これ割れてますもんね。あれ、これは明日かな。まだ緑色してるんで取っちゃおう。花が一輪しか咲いてません。どうなっちゃってんですかね。今日雑然としてますが、キュウリ10本にトマト以上のように収穫です。家内に許可まで言ってましたんで収穫します。あと、これは見えない見えない。これもう一個、これもいい切るよ。はい、はい、以上、やっと大きいトマトが収穫できました。どういうふうに移したら、横で移した方がいいのかな。まあこんな感じですね。ちょっと傷んでるとこありますけど、あ、柔らかいですね。本日収穫以上になりました。まあ去年とほぼほぼ同じ感じですね。今ですね、水をあげに行きましたら、また3本ちょっと取れちゃいまして、7月26日、今日はキュウリさっき1個ね、取って味噌つけて食べちゃいました。今日はこの大きいトマト、やっと収穫の OK が出ましたんで、うちの奥様から、これちょっと取っちゃいます。これちょっと麦かな、食べながら。おいそうですね。ポトッと落ちたらこれダメですもんね。どうしましょう。やっぱりこれ三脚必要ですね。手でもじけば一番いいんですけど、もじけるこんなでかいの、あっさりこんでいっちゃいましょう。ガーッと取れた。ちょっと大きいやつなんで、こんな感じですね。大きさわざわざ大きさにしようかなと思って、なんか キュウリ。ですね、この元の方太くなってますよね、細くなってますよね。これある程度均等になると思うんですよね。これ多分ね、弱り出したね、証じゃないかなと思うんですよ。まあ分かりませんけどね、素人なもんで。これもですね、元の方が太くて先がだんだん細くなってますね。これはね、多分ね、そろそろね、体力失ってきた証じゃないかなと。今日は少ないですけど、こんな感じでキュウリ4本に、ミニトマト5個、あと大トマトが、
7月27日、今日もちょっとキュウリなってますんで取らざるを得ない感じですね。まずこれちょっと大きいかな。見て、大玉トマトですね。ちょっと片手じゃ無理ですね。ちょっと落ちちゃいますね。あっと落ちた。落ちちゃった。そうですね。大玉トマト大きいですね。これは本当に大きいです。このトマトは。指が抜けなくなった。ハサミから。指が太いもんで、よいしょ。あとミニトマト。これ下でもいいんですけど、下にするか。しくっちゃってますね。しくっちゃって。木玉みんな割れちゃうんですよね。ナスなんですけど相変わらず成長しません。本日2、4、6、7本、キュウリ7本、アイコ、キダマの4個ですか。4個あったの。それと、大玉トマト1個です、ね。7月29日、台風12号が去った次の日ですね。ああもうジャングルですね。緑しかまないって感じで、もうジャングル状態ですね。台風どうにか、耐え切って、棚も崩れずに済みました。何もしませんでしたが、どうにか持ったようです。大きい方、収穫に移ります。この奥の方、逆光でちょっと見づらいですけども、この方ですね、ちょっと入れ間持ってきます。アリさんが歩いてますね。ここですね。亀がちょっと実家に持っていくそうなんで、その分だけでとりあえずは本日はこれで収録は終わりにします。この後多分ね、夕方とまた収穫するかなと思います。以上です。これも倒れ込まないでよかったのですが、2週間放置したらジャングル状態になってまして、今ちょうど半分終わったところですかね。これ全部芽かきした後です。実がなってますね。これも実がなってます。実がなってます。この下も実がいっぱいなってます。花も咲いてます。そこら中花咲いてます。これ全部思い切って全部、切るしかありませんでした。ジャングル状態です。こうですね。これがそのままトマトのこの全体を埋め尽くしてました。2週間ほどちょっとね、芽かきしてなかったんですね。どうにか一本一本が多少何か見えてきました。それとですね、これ散々言ってたキャロルです。もう身長超えてます。急に成長が戻りまして、あのあと、見渡したことない。さっきもね、芽かきでね、実をだいぶ取り前半分ぐらい取っちゃいました。それとですね、こっち挿し木した方ですね、これがもうえらいことになってましてね、これね、実はなってるんですけど、これ大玉でしたね。よく分かってないでやってましたが、大玉とこっちがね、小玉だったと思います。2本植えたんですけど、これ近すぎましたね。
ご覧のようになってます。ひどい状態です。まだこれ芽かき終わってませんけど、これ前に6輪ぐらい咲いてるって言ったけど、さらにこのちっちゃいのがちょっとですけどね、まあこれね残りがみたいな感じで、まだ芽はねいくつか出てんですよ。これこっちにもつぼみがありますね。こっちもつぼみあります。わずかですけどね、こっちもつぼみあります。ここで、ね、家内がねこれ花全部植えたんですよ、新たに。まあ柿ねごちゃごちゃにしてますけど、家内が柿にいつもごちゃごちゃ、自分は直してあげるんですけど、だけどこの花ね全部花咲いてたんですよ。で水あげて、自分もちょっと水あげたりしたんですけど、だ次の日ね全部花買っちゃいましてね、そしたらね、さ一番最初の花を買っちゃった方が次の花が元気が出るということで、まあいやさすがだなと思ったんですけどね。もうその買った後ね花が咲いてるんですね、これね。こっちもそうです、全部買っちゃった後に花が咲いてきたんですね、わずか1週間ですね。最後にこれもう一度見せます。これ哀れなもんです。これトマトですね。10キロぐらいあるんじゃないかなと思うぐらいね。だいぶ切ったんですけど、まだ半分しか終わってません、もう夜です。これ剪定した残りです。ちょっとね形の悪いもの、傷んでるもの、取っちゃいました。もうこれはもう収穫のうち入りませんゴミ箱行きですね、しょうがないです。